ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケです。そして、ピルタです。はい、ということで本日は2022年12月29日ということでやってまいりました。ウエスタン浦安駅前店でございますけれども、昨日私、バキでね、フリーズからの万枚というね、伝説を残しまして、まあその翌日、もうちょっとここは勝ちを、バキの言葉を借りるのであれば、手段を選ばず、勝ちを拾いに行くよということで、柔らかい台でも打って、お茶を濁そうかななんて思っていたんですが、気づけばバキに座っていました。はい、ということで昨日の今日でバキ、はい、デッドオアアライブな台ですけれども、ついうっかり座ってしまったんで、ちょっとだけって言いながら座るんですけど、何かが起きない限りやめることはないんですけど、別に打つ前から暗くなる必要はないんでね。はい、もしかしたらまた万枚出るかもしれないという夢と希望を持ってバキやっていきたいと思います。いける、よろしくお願いします。ということで今日はもう本当に一番打つつもりのなかったバキ座っちゃいました。今日本当に、まあ、当然昨日ね、前回の動画で私バキでついに初の万枚を、しかも通常時のロングフリーズ20万分の1ロングフリーズからの一撃万枚という、ある種やりきったわけですけれども、今年ね、もうあと今日と明日とあとオールナイトで終わりというところで、今年の勝ちを確定させるべく、今日はもう洗い台は打たないというつもりだったんですけど、ノリで完全にバキ座っちゃいましたけど、前言ったじゃんね、強倉まで打たないとバキはっていう、怖いんですけど、座っちゃったらもう覚悟なしで座っちゃいけないんだけど、それを俺は散々分かってたはずなのにノリでね。まあでも朝一はあの設定変更モード100で 50% 当たりますんで、そこを信じて。バキの、あ、船長来てたわ。18、え、これ、あー、まあ50からか。てか当たるじゃん。え、なんか当たるわ。朝一クソ軽いとこで当たったわ。ハンマーの目覚め、スイカ引いたらあっち、投資3000、うめー、うめー、よし、3000円で朝一85、一番軽いところのゾーンで当たったね。これパカって開いてさ、強くら出てこないかな。ラッキー、バキだけにラッキー。サブ1でこれ超える、お、サブ1、えらい、なし。この時点で 65%、 66%、 待った、なし。あっさり赤、なし。これワンパンする？あ、うん、ワンパンワンパン、はい、やりました。赤で通しました。朝一サクッと、ナイス。継続率は 25% かな。50、今日は等身大だぜ。まあ、許す。反発だわ。お、ワンチャン耐えれる。耐えない。耐えた。反発がいい。また蹴りだ。食らう。ワンチャンある。なかった。
バキバキ、セリフしょぼい。あれ30早かったな今、当たるなこれ。早かった、10ゲーム経ってないな。消える、いや1ゲーム足りない。ハンマーメーター54ゲーム、1ゲームの後先だったな。おお3分で、おーおーおー、ラッキー。ナイス、来ない、まあまあまあ、こいつは大体勝つし、おーっと、これ待った、1個出てきたらちょっと、ここからならないない、中はない、 OK、 よし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 、待った何個あんの、待った何個あんの、待った何個あんの、あかんて、待った1個につき2個ぐらい継続させたいんだよな。いやもう下手すぎるわ、下手すぎるわ、待った3発使って、ざっけー。さあ始めようか、50覚醒スタート。どうした親父、今日は等身大だぜ。30さあ、エンドルフィンポイントのさ初期値がさ、設定差がまああるんだけど、まあ、70以上が1と2だと 3.9% なんだよね。6だと 6.6% で、まあ、1.5 倍ぐらいの差で、どっちにしても薄いんだけど2台出てるんだよね、70以上が。で1台別の台で直撃でしょ、まさかの全6あります、ね、さあここさあ、25%なし。赤弱えんだよな、第一停止なし。おし、ワンチャンし、ワンチャン内部状態の昇格がある。お、パンチヒットしたよ。30ゲーム以上は合格。お、合格だ。激戦。20%。なあ。さらば、さらば、やる価値十分、やる価値十分、 B 以上しさ、まあ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 、だるー、あった、よし、12本、ギリギリ
101枚だから今日で食べるわ。やる価値十分って。新春会うんもっ。いやひどい、レイクが来ない。このあと、このあと闘技場に。あーまた400だ。400か600だ、きつい。やめてー、もうやめたいよこの台。出ないわ今日は、さすがに。よし、あぶねー、2万円ちょうどだ。助かったー。356ゲーム、リズムカウンター、2万円ちょうど。ダメか、ダメだ。3.9% みたいなやつ引いたわ。いやこれちょっと5までいきたいな。7 7 7 7 7 7、あっちー、レベル2、 30% レベル2ある、 30% ある。これバーあー、やったわ今、あったわ、マジであったわ。レベル2あったな今、一発で落としたな俺。あー痛え。レベル3まであったな。あー痛い。疑似連勝ちんだよねこの台。7 7、よし、うめえ。 30%いや、これ 30% きついか。あー痛い。惜しい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 。あ、6 V6 だから7ラウンドまで。いやー、なんとか10戦までまだ全然足りてないけど。0.4%、 0.4%、 0.4%、 0.4% なし。
30プラス超広角。じゃあ広角か。もうないよ、このセットで終わりなのよ。1個ぐらい継続してくんねえかな。そしたら8で頑張るよ。あー、ないわ。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。許して。ああ、もう最悪や、最悪や。俺エンドルフィン俺だけ見えてないんだよな。だるいなマジで。終わった。エンドルフィンいっぱい溜まって、いっぱい溜まって、いっぱい溜まって。第1だよ、キモいわ。あ、ない、3万使った。あー、粘ったんだけどな。天井 A 点、痛恨の天井。すごい。勝負だぜ。勝負だぜ。エンドルフィンはたまらねーけど、もうこれ V15 ぐらいまで行きたい。うえーっ、そまだ待った、残ってるって。もうほぼ意味ないやんけ。何それ、何それ。今じゃないよ、今これエンドルフィン来てたら、今エンドルフィン来てたらマジゴミだわ。単発で終わってくんねえかな。今待った、まだあったろ。エンドルフィンいっぱい来る、エンドルフィンいっぱい来れればむしろ、むしろいい。エンドルフィンいっぱい来れ。もうバキがキモすぎる。これまた A 点いったらもう終わりだって。4枚目、永遠に天国行かないこの台。無理だ、天国でいっぱい当たってチャンスを失敗しまくってエンドルフィン貯めなきゃいけないのに、これやばすぎるわ。フリーズヒート、また引いた。20万分の1。椅子から落ちるかと思った。2日連続フリーズ、やべえ。力、また引く。39,000円。また引いたわ、やばすぎ。昨日青揃えたから。いや、マドカのフリーズの2倍で、通常時の20万分の1。2日連続、やべえ。
始まっちまったぜ。いやーマジ通常時の20万分の1 2日連続。ああちょ切り替えたか、これちょっとさすがに切り替えよう。まず感想だね。2000枚弱入れてるんで強くらまでに4500枚ぐらい。これはやりすぎだ、マジあるな、これ2日連続万枚あるな。50うめえ、来た。あとこれ広角なら最高だから、まず7揃いだね。昨日と同じ5セット目までにストック2個以上取る、最低2個。7を狙いたい。ゲーム数あるし7揃えばストックプラス状態昇格抽選。まずいな。いやこんなことあるかね。マドカのフリーズだって2日連続なんてもちろん引いたことないよ。これバキカス始まっちまうか。まず強くらを確定させるまでこの50ゲーム俺結構今痛恨。男比べそら入らなかった。いやマジ2個ね、2個。まだ現実を信じきれてない。いやー怖えなー、レインボー当たったー。とりあえずここでマジで男比べ取らんとやばい、マジでやばい。あー高速じゃないのか。まずいって、本当にやばい。いやマジでやばい、これ本当にフリーズ引いて1000枚出ないとかマジやってないよ。下手したらここで終わるからね。音比べゼロ。まあやっと取った。うわ覚醒か。あーやべ、絶対これちょマジで15機。いやこれいらない。左ファースト絶対引いちゃダメ。ベルの 10%。 ベルの 10%。いや待ってよ、いやほんとやばい。いやマジで言ってんの、やばすぎる。いやさすがに蹴りはやばいって。第三停止まである。もうマジでキモいわ、マジでキモすぎるわこの台。もうやめるわ、もう無理だわ、終わったわ、もう無理ありえんわマジで。この台はもう解放しよう、無理ということで、悲しい気持ちを乗り越えてウエスタン浦安柳通り店の方ですね、ガイモンが収録しているお店の方をちょっと状況を見ていきたいと思います。はい、
まあ、ガイモンたちは今飯行ってるみたいなんでいないんですけど、状況は良さそうなことは言ってましたが、すげえ別積みだな。え、めちゃめちゃ出てるんだけど。え、すごくない？こんなに別積みが。だってハバネリー、ハバネリー、幼女戦記、ハバネリー、バイオ、バイオ、鬼武者、レールガン4000枚、犬やしゃ、アクエリオン、アクエリオン。え、すごっ、2時半だよ。めちゃめちゃ出てるわ。鏡も良さそうだね。あ、カードもこれも2000枚ぐらい。とりあえず昼過ぎにして 6.5 コーナーの別積みの数が今までと違うね。すごく出てます。ということで、バキで起こってしまった悲しい事件のことは一旦忘れて、まあ、残り時間が今日短いんだよね。はい、この後群馬県への移動っていうのがありまして、長くは打てませんので、ハッピージャグラーでまくりたいと思います。バキみてえなハッピージャグラーだよ。初めて打ちますけど、確かこれさ、中押しする台じゃなかったっけ。違うかな、中押しする台だった気がするんですけど。で、この台あれなんだよね、これビッグなんだよね。で、バキがこれなんだよね。そうそうそう、なんか昔あったハッピージャグラーもなんか、まあ、打ったことはないんですけど、みんな中押ししてたイメージがあるんですけど、多分7が中段に止まったらチェリーなんじゃないかな。多分初打ちなのにちょっとそんなことを誰かが言ってた気がする。で、基本はバーを狙うんだよね、全部に当たったら。ビッグだったらバーバーバーで、バーバー7になったらバケで、でもビッグだけしかいらないよって人は赤7を狙えばいいんだよね。あ、赤7じゃねえか。これ中押し違ってたらどうしよう。まあ、とりあえず順押しでいっか。わかんないからちょっと調べよう。中押しでなんかチェリーの時は7が中段に止まるのかなって勝手に思ってたけど、まあ、打ったことねえし。中押しは中リールに2種類あるうちの片方の7をビタ押しするらしい。やばすぎ、全然できなかったわ。マジ勝手なことやったわ。え、今俺だよね。え、いやいや、鳴ったわ、音が鳴った。めっちゃ滑ってきた。こっちは外してみていい？鳴ったよね今は。ほら、先に鳴った。はい、223ゲーム。すごい、2000円でまだこんだけ残ってるのに、使ったコイン58枚で80ゲーム。もっと回ってんな。普通にバー狙ったよ。はい、ビッグ、素晴らしい素晴らしい。あんなパターンあるんだね。初打ち初当たりがまさかの先がこでした。さあ、とりあえず2000円でワンビッグ引けたのはでかい。このまま増えてほしい、1000枚まで。とりあえず順押ししてますけど、順押しチェリーフォローで。こういうことね。7中段に止まったら左にチェリー狙いましょうと。多分チェリーを否定すればボーナスなんだろうな、7中段は。187ゲームやっと当たった。ちょっと眠くてぼーっとしてチェリーこぼすところだった。チェリーだったかもしれないけど、できれば速攻でワンビッグ引いて今日は終わりにしたいです。おう、チェリー83ゲーム、チェリーチョークレギュラー。ワンビッグ欲しいからちょっとだけ回しておしまいですね。少しだけ回します。できればビッグで終わりたかったんですけどね。クレジットだけ付き合いで回してあげましょう。クレジットビッグ作戦で。おお、素晴らしい、クレジット作戦大成功。単独ビッグ、これは最高ですわ。ちょっと面倒くさく思ったけど、このハッピージャグラー中押しやってみたらちょっと面白いかもね。このチェリーオアボーナスっていう
ね、なんかちょっとジャグラーらしからぬ、めんどくさかったらね順押しでチェリーフォローでいいんで、一日打つってなると大変だけど、だこうやってちょっとだけ打つってなったらいいかもね、ハッピージャグラー。はい、おしまいです。2000円でいっぱい出ました。ということで午後4時半ですね、店内状況を最後チェックしていきたいと思いますが、バルブレイブが満枚、1万1800枚ですか、刺激ではないけどもうすごい右肩で1万1800枚ということで、でもう一個のバルブレイブも6400枚、鬼武者が1台右肩で綺麗に出てますね、2892枚、3000枚ぐらい出てますね。バイオも、まあ、3台中2台は箱をつこて、カド台に関してはもう2箱ですね、からのアクエリオン1台2000枚弱かな、で番長ゼロが3台ぐらいかなり出てますね、5000枚、この時間に番長ゼロ並びで5000枚、絆が4000枚出てますね、これすげえな。でただやっぱり今日は朝一番最初に埋まったのがカバネリ、今ちょうどやめてる人いますけど、めちゃめちゃありそうだけどね、もういいやって感じでやめたのかな、わかんない、2000枚弱ぐらい浮いてますけどね、まだ4時半で。カバネリはほんと半分ぐらいはあって良さそうな感じはしますね、とにかく稼働が高くて、まあそんな感じでしょうか。ということでウエスタン浦安駅前店での実践終了となりました。今日はちょっと悲しいことがありました、まさかのバキで2日連続でロングフリーズを引くという奇跡を起こしたんですが、なんと単発ですね、はい、バキバキアルティメットストック5個持って10戦を目指すゲーム、6戦目で敗北という実質単発をしてしまいまして、男比べにすら入らず、最後6セット目20ゲームとはいえ覚醒超広角をもってしても男比べすらできず、痛恨の極みですね。でその後はまあ失意の中ジャグラーでね少しでも心の傷をと思ったらちょっと出まして、はい、終わってみれば3万9000円投資で最後1500枚回収ということで、そう考えればバキ打ってジャグラーで500枚ぐらい浮いたんですよ。なんでまあバキで2万負けと思えばですよ、セーフとも取れるし、いやいやいやバキバキアルティメット入ってまくれないはないでしょとも取れますし、ただまあ収支的にはね今日私の望んでいた穏やかっていうのに結果的には落ち着いたんで1万負けてないぐらいになったんで、まあバキちょっと引いた瞬間と終わった瞬間はちょっと気が動転してというか全てが受け入れられない感じだったんですけど、裏を返せばマジであの台ガチなんで、ガチガチアルティメットなんでね、ちょフリーズだからちょっと1回目の強くらぐらい見せてやるよとかももうそんな慈悲もなくね、2000枚吸い込んだとこからでもねそんな慈悲もなくスンと終わりましたんで、まあちょっと一旦距離置きますけど、また打つこともあるかと思います。あまりにも頭が痛いんで今日はこれぐらいにして終わりたいと思います。いただきチャンネルの収録予定こんな感じです。どうか2023年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。